皆さんこんにちは、Kパパと申します。今日は碓氷峠の築堤区間に来ています。今日の日付は1994年10月21日です。今日はここ碓氷峠の築堤区間を力強く走行する EF63 10連を撮影するためやってまいりました。この築堤区間は碓氷峠の中でも最も勾配がきつい区間の一つであるため、 EF63 による押し上げ牽引シーンで最も迫力が感じられる区間です。今日はそんな急勾配の築堤区間を力強く列車をサポートして通過する EF63 10連の勇姿をぜひご覧ください。